ほう、ベリーベリーさん、漫画版ヒロプリ見て消える。ヒロガナスカイ、プリキュア、5話掲載中、ついにエルちゃんを家に返してあげられる時か。そして、ソラちゃんの憧れのヒーローが登場？ベリーベリー宿の冷圧が、消えた。まさか、嘘だろベリーベリーが、消された。尺の都合で。嘘だそんなわけがない。感じるんだ、あいつの冷圧だけは。推しが消えるとこなんて、俺には想像もつかん。悲しい。現実逃避は済んだか。格闘が死体の武闘派スタイル。かませ犬。うん、宿だな。ここは、ベリーベリーちゃんが未だ護衛隊入りできていない世界線。その割には過去掲載話の中でも最もアニメになぞった回のような。最近ベリーベリーちゃんを忘れられない人たちがファンアート書いてた印象なのに。アニメではいなかったっぽい髪型が若干特徴的な子がいるんだけど、ワンチャンこれが漫画版ベリーベリーということか。護衛隊入るのにそんなに苦労しなかった世界線にしても眉毛が全然普通なんだよね。というか副隊長も見つからんやんけ。シャララ隊長以外そうとかえってことは、シャララ隊長も行方不明だから、スカイランドほんまに何も残ってないのでは。シャララ隊長の例のトラウマシーンはかなりマイルドになったし、鬼神空も全カット。王族3人組が空かけるシャラ派みたいな反応してたり、マシロンの独占欲がナーフされてたり、メイン4人の表情が豊かだった。マシロンのあの顔芸が今度は漫画版でお出しされるとは。ワイもソラちゃんにこちょこちょフルフルされたい。アルハさん。何そのビックリマンみたいな動き。あれ？キュアバタフライさん。さすがに今後スカイランド復興時に漫画版でもベリーベリーちゃん初登場はないやろな。残念。これつまり遠回しにベリーベリーちゃんがキュアバタフライでないってほぼ確定してしまったという。いやもうさすがに疑ってないけど。広がるスカイプリキュア、毎週日曜日朝8時30分より大好評放送中です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。